久保さんえ今回キャロキャロル・バーネットキャロル・バーネットさんっていう人の言葉を使いましょうか自分の人生を変えられるのは自分だけ誰も自分のためにそんなことやってくれません <laughs> 誰も自分のためにそんなことやってくれませんとこれいいっすね要は自分の稼ぐお金生きていくために必要なお金が誰が稼いでくれるんですかっていう国ですかまあ女性の方はね一応専業主婦だったりとかまあ ちょっとそういうい概念がああるのであれなんですけど特に男だったらどうですかまあでもね、中にはね、紐っていうのがあるんですよ。だから昔、その、まあ、YouTube でも多分あるんですけども、あのそのそ紐人生何十年みたいな、紐歴何年みたいな。だからその女性に養ってもらい続けて生きてる男もいるんですよ。だから逆にそのノウハウがす面白くて <laughs>、面白いなっていう <laughs>。まあそれはまあでも一部じゃないですか。あなたはじゃあ紐になります まあ男だったとして、じゃあ女,女性の紐になって、女性からお金を毎月もらって、S、の住みかもね、全部与えられてっていう。まあ一部の人はできるかもしれないですけど、すみません、僕ちょっと、ちょっとそれはできないので、自分で稼ぐしかないんですよ。だから結局その自分の稼ぎっていうのは誰も稼いでくれないんですよね。自分でやらないといけないし。うん、だから最終的に守ってくれるのは自分しか守ってくれないってい自分は自分でま、ま自分しか守ってくれないということです。 うん、そう例えばその、ねえー、と病気とかもそうだと思うんですけども病気って、うん、確かにその手術するとか先生にいろいろ治療を受けるとか薬があるとかいろいろあるんだけどじゃあ最終的にその病気と闘うのは誰ですかと、ね。自分しかないいないっすよ <laughs> もちろん助けはありますよ、まあ、そういう医療とか使えばね。 だけど、その医療を使ったとしても、その病気に自分が負けるんであるならば、まあ、勝てないでしょうね。うん。うん、結局、自分がその病気と闘って、その病気を自分の中で殺していかないといけないので、うん、そこに負けた、その戦いに負けたら、どんなに手術しても無理ですよ。癌でね、すげえ手術してね、成功したとしても、またね、癌に負けたんだったら、また再発して駄目だろうし、うん、結局、自分との戦いなんですよ。い,いってらっしゃい。